まずですね、ここの館の保存に立ち上がったのが山下和美さん。で、その山下さんの活動に賛同して、支援を申し出たのが笹生奈美さん。で、このお二人がですね、この館の保存活動を立ち上げられました。それで、この館をですね、まず最初に、この物件がですね、売却されるというのをストップをかけていただいたのが新田達夫先生です。で、新田さんと笹生さんはご夫婦でいらっしゃいまして、笹生さんの強力な説得で新田さんがよし、こたるっつって、まず土地を抑えました。で、土地を抑えて、じゃあこの建物をどうするかという話になった時に、修復にですね、当時の見積もりで約1億円のその修復費がかかるというふうに試算されまして、その1億円をじゃあどうするのかということになりました。で、私はですね、かねてより山下さんとお友達で、よく一緒に食事会とかし、漫画家のお仲間で食事会とかしてまして、僕ツイッターでですね、山下さんのそのツイッターをずっと見たら、なんかもう、なんか保護猫活動の、なんか保護の活動したり、なんか今度はなんか洋館の保存をやるみたいなことを書いてて、何やってんだろうと、もう漫画描くのも忙しいのに、もうなんかこんなことまでやってるなと思って、それで、豪徳寺まで来まして、山下さんに、一体何やってんのと来たわけです。で、実は皆さん見て見てって言われて、この館を見たときに、これはなんか残して綺麗にしたら何かできるなと僕は思ったんですね。それで何かできるかの何かはまだ具体的には分からなかったんですけど、山下さんとお話しして、じゃあとりあえず僕も少しお金を出すから、なんとかその保護のその予算を集めようじゃないかという話になりました。で、当然、新田さんのご協力もありまして、僕と新田さんで、まずとりあえず、まず最初の資金を調達したんですけど、全く足りない。で、山下さんとどうしようと。じゃあ、まず、ルミ子さんに聞いてみようということで、高橋ルミ子さんに、山下さんと2人でご相談しました。いや、こういうことに、なんとかルミ子さんもちょっと、力を貸してくれるとありがたいんだけどなっていうご相談をしたら、ルミ子さんはですね、もう2つ返事でいいわよと、じゃあ私も出すからと言ってくださって、で、あ、これはなんかいけそうだと、これはもうちょっと頑張ればいけるんじゃないかということで、やったんですけども、先ほど田之倉さんからご説明あったかもしれませんけども、途中でですね、去年からもうどんどんその資材の高騰と建築費のその高騰がありまして、もう全く足りないと、もうルミ子さんからご協力いただいたにもかかわらずまだ足りないということになりまして、さあこれからどうしようかと思いまして、でもう僕は福本さん、あと高橋さん と、ゴルフを通じてすごくお友達、もうこうなったらもうゴルフ仲間にすがるしかないということで、まず最初に高橋さんにお願いしました。で、高橋さんがもうこれもまた2つ返事で、分かりました、出しますってこう言ってくれて、かっこいいと思ってそれで最後の切り札に僕は福本さん取ってたんですね。福本さんならきっと出してくれると思ったので、ただ最後もうはっきり言ってもうこれだけ足りないんだっていうことを言って、最後に福本さんにこう出してもらえたら絶対もう資金は集まるなということで、最後の切り札である福本さんに、福本さんお願いって言ったら、もう福本さんもかっこいいんですよね、いいよ三田さん分かったって言ってくれて、で、いや頼んでみるもんだなと思いましてで、こうやって、めでたく資金が全額揃いまして、なんとかつい
先日公務店にちゃんと全額お支払いできたというのが、このこれまでの、経緯であります。ですんで、そういう関係性で我々この館でですね、7人結束して、なんとかこのプロジェクトまだ立つ修復するところまではなんとか来ましたんで、この先を我々ちょっともっと頑張っていかなくてはいけないんですけども、とりあえずまず修復は無事完了しましたということを皆様にお伝えしたいと思います。いろんな作家さんから原画をお預かりして、でそれをネット上にアップしまして、通販サイトを立ち上げます。でこれは海外に向けての販売用のサイト、つまり欧米や、アジア、それからヨーロッパ、世界各国に向けてですね、日本の漫画の魅力をですね、世界に発信して、世界のコレクターにこう我々直に販売する。でそのいわゆるロジスティックス もう全部整備が終わりまして、サイトの準備ももう、完成しています。でこの館はですね、3月1日に全面オープン、グランドオープンを迎えるんですけども、その海外向け通販のサイトも3月1日に同時に開業します。3月1日にその我々の第1弾のですね、作家のその絵がネット上にアップされまして、海外に向けて日本の作家の直筆原画です。これはもう本当に手で描いた一点物です。もう本当に芸術作品ですので、これをですね、ぜひ世界のコレクターに一点物の絵を販売すると。で複製原画もそれ作りますので、複製原画にして、まあ当然原画よりは若干値段は少し抑え気味なんですけども、そうやって日本の作家さんの手書きの良さをですね、ぜひ世界に知っていただく、そういうこう一つの大きなビジョンも描いてまして、まあどっちかというと そのビジョンの、まあ実は実現するのはすごく大変だったんですけど、でもなんとかみんなで頑張って作家さんから絵をお預かりすることができましたので、まあ本当に、有名な作家さんを取り揃えましたので、ぜひ3月1日にサイトを見ていただければ、きっとおおって言ってくださるというふうに我々自信を持って、世界販売をしたいと思ってますので、ぜひ、いわゆるリアルとネットという、そういうこう、まあ、2つの柱を持って、このビジネスをぜひとも成功させたいというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。